鶴見事故は、1963年11月9日21時40分頃に、日本国有鉄道東海道本線鶴見駅、新小安駅間の滝坂不動踏切付近で、発生した列車合戦多重衝突事故である。福岡県大牟田市の三井三木炭鉱で、死者458人を出した大爆発事故が同日に発生したため、ちぐられた土曜日、魔の土曜日と呼ばれた。 外部リンク先の随理の事故状況説明も必要に応じて参照されたい。事故地点における貨物船を帝国より4分遅れで走行中の助原発や水木下り貨物列車後部3両目のわら、1系2軸貨車が突然脱線。引きずられた後、河川柱に衝突し、編成から外れたことにより、隣の東海道本線上り線を死傷した。 そこへ同線を走行中の横須賀線電車の栗浜発東京行き上り 2000S 列車と下り線を走行中の東京発寿司行き下り 2113S 列車がほぼ同時に進入した。時速90キロメートル前後という高速のまま進入した上り列車は貨車と衝突。先頭車は下り線方向に弾き出され、 河川の異常を発見して減速していた下り列車の4両目の側面に衝突して串刺しにした後後続車両に押されて横向きになりながら5両目の車体も半分以上を削り取って停止したその結果下り列車の4.5両目は車端部を残して全く原形を止めないほどに粉砕され5両目に乗り上げた形で停止した上り列車の先頭車も大破 上下列車合わせて死者161名、重軽傷者120名を出す第3次となった。わら1系貨車事故後、わら1型が曲線出口の緩和曲線部でレールに乗り上げていた痕跡が認められた。そして国鉄は脱線原因を徹底的に調査、実験した結果、車両の問題、積載状況、線路状況、運転速度、 加減速状況などが複雑に絡み合った競合脱線であるとした。それまで競合脱線事故の多くは貨物列車単独に被害が及ぶもので人的被害を発生させた例は少なかったが、本事故はたまたま貨車の競合脱線とほぼ同時に上下方向から旅客列車が侵入してきたことで甚大な人的被害をもたらす結果となった。これについては、 貨物列車の機関士が脱線直後に発煙筒を、焚いたが、短時間で消えてしまったこともあって、上り列車の運転士が見落とし、直前まで脱線に気づかず高速で、貨車に激突、勢い余って、横の列車を大きく破壊するに至ったものとされている。前年1962年の三河島事故と、同様に視界の悪い夜間であったことが、被害の拡大を招いたとも言える。また、 競合脱線という原因が見出され、原因不明として処理された過去の二軸貨車脱線事故も多くは、これが原因である疑いが強まったが、競合脱線とは、脱線に至る主因が不明確であるという点からも、実質的に原因不明に近いものであった。後日、脱線を起こしたわら一型は、ワム6万系類似者として配備前の実車試験が省略され、 軽石採時の激しいピッチング特性が見逃されたことが明らかにされており、当時は高速電車開発で確立されつつあったバネ下重量、打行動など走行装置の理論を他者にも適用可能な時期でもあって、これは自己調査が当事者ではない独立機関で行われていれば、主権の手抜きと予見可能性とで別の結論になり得た重要な事実であった。 事故後に技術調査委員会を設け、模型実験、二軸貨車の実装工実験などで、競合脱線のメカニズム解明に向けた、様々な角度での研究が続けられた。1967年からは、新線切り替えにより、廃線となった根室本線仮勝値峠急線を利用し、貨物の積載状態や空車と積載車の編成具合から、運転速度や、 加減速度等様々な条件に基づいて実際に鉄道車両を脱線させる大規模な脱線原因調査が行われた。実験は1972年2月に一応の結論を出し、森林機場の追加設置、レールと雪の設置、二軸化車のリンク改良、車輪踏みずら形状の改良などにつながることになる。前述の通り系付加時の走行特性に、 問題のあった荒ら1型も、総応の改良を受けた上で、国鉄末期の1986年まで使用された。これらの対策は1975年までに終了し、さらにシャーツ開物輸送の減少で二軸貨車が激減したため、現在は日本国内では二軸貨車の競合脱線はほぼ起こり得なくなっている。総除時の長老化で行われる鶴見事故の供養。 平行するド間に長い水の線が2本引かれている。ありがとうございます。